はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、リミットレギュレーションの適用がマスターズウェル内にて発表されましたので、今回はね、こちらの内容をね、皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思っております。リミットレギュレーションの適用は、5月の9日より開始しますよということで、本日4月の25日からなので、結構ありますね、時間ね。2週間くらいですか、2週間くらい先から適用されるという感じですね。で、内容としてはですね、制限となるカード、リミット1で、純制限となるカードリミット2、それから制限解除となるカードっていう、この3種類になってまして、内容はこんな感じになっておりますが、一応一覧にしてまとめてきたので、それを見ながらね、お話ししていこうかなというふうに思ってます。まずはリミット1になるカードから説明していくんですけれども、サイバーエンジェル弁天さん、リミット1と、もともと無制限だったんですけども、3枚入れられるはずだったカードが、1枚になるということで、妥当じゃないですかね。これはドライトロンというね、非常に対話拒否デッキが横行してるわけですよ、マスターデールでは。ドライトロンギミックで弁天をひたすらリリースしてアドバンテージをめっちゃ稼ぎながら、天使族サーチしてで R で下したりとか、そういう動きをするわけじゃないですか。これを、リミット1にすることによって安定感だいぶ落とすよということですよね。これはね、どうしてもね、その先行アルデク、ごぼう街とかいう、なんかその、マスターデルの闇ですよね。あれが、残念ながら横行して、コイント切断などという、地獄みたいな、ユーザーのプレイングが、横行しているこの、環境で、妥当と言わざるを得ない。ただ、一個言いたいのは、純正機械停止室下に謝って、マジでイダテン弁天していた俺たちに謝ってください。ドライトロン使いは以上で、2枚目の、リミット1のカードなんですけども、黄金鏡のコンキスタドール、これはエルドリッチデッキで採用されている、ね、あのトラップカードですね、永続罠。これが3枚入れられてたんですけども、これが1枚になるということで、これどういうことを思ってるかっていうと、エルドリッチがいればね、相手の表側のカードを破壊できるトラップモンスターとして出せるやつですね。で、墓地から除外すると、魔法トラップカードをセットできるよっていう、アドバンテージ稼いでくれたカードなんですけれども、これが一応1枚になるっていうことで、継戦能力がだいぶ落ちるかなとは思いますけど、ただエルドリッチと戦ってて、なんか一番強いトラップカード何かなって思ったんですけど、結局なんかエルドリッチ の後ろでセットされてるカードって、なんか神戦とスキドレがめっちゃ強いっていう。これ僕の個人的意見なんですけども、黄金鏡のコンキスタドールめっちゃ強いって思ったことはあんまなくて、そのスキルドレインと神戦がマジで強いって思ったことはめっちゃあるんで、それが別に規制されてるわけじゃないから、そこまでなんか弱くなってるかって言われると、うんっていう気はしますけどね、個人的にはね。はい。で、純制限となるカード、純制限となるカードはですね、軒並みですね、安定感をちょっと落とすような調整になってまして、まずはですね、 DD ダイナマイト、これはマスターデュエルにはびこるね、 DD ダイナマイトボットっていうね、なんか存在しているという噂がありましてね、なんかそのボットを使って、この DD ダイナマイトを先行で2枚セットして、で相手のライフをすぐ削り取って、そのなんかジェムを稼ぐっていう、なんかそのなんだろうな、ロボットみたいなのがなんか横行していたらしいんですよ、マスターデュエルではね。はい。ランクまでもよく当たりました、私も。これが一応リミット2になる、純制限になるっていうことで、トラップトリックが使えなくなるんですよね。トラップトリックって、トラップカードをデッキからこれ3枚1枚除外して、1枚もう1枚セットするよっていうカードなんですけれども、デッキの中にある DD ダイナマイトを1枚セットした場合、もうトラップトリックでセットできるカードは1枚しかないので、もうトラップトリックが成立しないんですよね。なんで一応リリースとかは成立するのかもしれないですけど、悪魔城ね。だけどトラップトリック使えなくなるから、だいぶ安定感は落ちるとは思う。ダイナマイトボットもね、またなんかその抜け道を見つけてきて、なんかダイナマイトをセットしてくるようなカードが見つけられて、なんかそのいたちごっこみたいな感じになるとは思うので、こんなカードはリミット1かなんかにぶち込んじゃえばいいんじゃないかなと個人的には思うけどね。あとボットとして成立してるのはナイチンゲール、
俺あのインディビデルナイチンゲールってやつがいいんですけど、あのこいつを採用したあのデビフラワンキルボットみたいなのがあの横行してるっていう話があって、まあ、僕も当たったことあるんですけど、ランク戦で、まあ、ボットかどうかは知らんけどね、なんで、まあ、デビルフランケンさんをさっさと禁止にぶち込んでいただければあのいいんじゃないかなと思います。こんなモンスターは生きててもろくなことがない。それからリミット2のカード、石化の光ですね、これはですね、あの怪獣デッキ、怪獣かぐやとか、石化怪獣デッキに採用されているカードだったと思うんですけども、まあ、自分も使ってたことあるんですけど、これめちゃくちゃ強かったんで、あのまあ好みの中でもしかしたらあのその石化の光入ってる怪獣のデータを持ってて、なんか勝率が高いとかあるかもしれないですね。まあ、そこまで当たるかと言われるとランク戦とか、まあ、大会とかで当たるかと言われるとそんなに怪獣デッキいないかなと思うんですけど、高いからあのそもそもね怪獣デッキがすげえ値段としてあのお金かかるからあのデッキなのであんまりない気がするんですけど、あのそもそもパワーカードではあるので、まあ、これあの2枚ドローできるっていうカードでね、でしかもあのこのカード墓地から除外するとあの手札のモンスター1体をあのデッキに戻して1枚ドローするっていう、まあ、手札交換の要素もあるんで、これめちゃくちゃ安定感出るんですよね、デッキの回し方として。だからまあこれ3枚詰めると、まあ、だいぶ強くなっちゃうから、まあ、2枚に抑えようっていう、まあ、安定感をちょっと落とすっていう、まあ、そんな感じの、まあ、意図があるんじゃないかなと思いますね。で、お次はフュージョンデスティニー。これはですね、あのまあ、今そんなになんかめちゃくちゃ活躍してるかって言われると今はそこまで活躍しないと思うんですよ。別にそこまでねぶっ壊すほどの、効果ではない。ただ多分ね次の、まあ、新パックマスターディル内の新パック、おそらくデストロイフェニックスガイが来るんでしょうねじゃないとここで純正限にする意味わかんないから、まあ、多分デストロイフェニックスガイが来るんでしょう、あの次のパックに。まあ純正限にしたところで多分全員積むけどね、デステロイフェニックスガイとあのフュージョンデスティニーのギミックは多分積むけどね、積むけど、まあ、純正義にしておこうっていうことなのかな多分。あのこれデッキ融合できるあのデスティニーヒーローをねデッキ融合できるあのカードなんですけど、これ最後に打つことによってデステロイフェニックスガイっていうなんか毎ターン破壊してくるおじさんを、まあ、出しておけるので、まあめちゃくちゃ強いんですよ簡単に言うとね、そのモンスターが来ればね。だからまああらかじめ規制パターンでしょう多分ね。でお次はですね、ディアスケールさんですね。これはまあ、ロンゴミアントとかいうあの対話拒否モンスターいるじゃないですかあれをね、出すデッキ、まあ、幻影、ロンゴミっていうやつですか、 あれをね規制しようっていうことですよね。このヒロイックチャンピオンロンゴミアントっていう、まあまあ、ロクなカードじゃないですわ。こんな、なんか素材を5つ以上にするとなんかもう無敵みたいなね、相手に何も遊戯をさせないみたいなあのカードなんですけども、まあ、これを簡単に出すことができる一枚ちょろではあったので、まあ、ティアスケールを純正限にして、まあ、ちょっと安定感を落とそうっていう感じですよね。まあ、安定感はもちろん落ちるとは思いますけど、まあ、サーチ手段とかまだまだ初動になるカードはいっぱいあるので、まあ、手厚ける初動はちょっと弱くなりましたけど、まあ、死ぬかって言われるとまだいるとは思いますね。安定感はもちろん落ちますけど。で次、フラクトールさんですね。まあ、これも似たようなイメージですよね。トライブリゲードデッキの、まあ、圧倒的初動札ではあるんで、まあ、これを純正義にすることによってちょっと安定感を落とそうっていう、まあ、そういう運営の魂胆なんじゃないかなと思いますけども、まあ、これもまあ言うてその炎舞天気っていう最強カードが、まあ、3枚詰めてるので、まあ、言うて6枚採用できたカードが5枚になるっていうことなわけじゃないですか。だからまあ安定感はもちろん落ちますけど、そのなんかデッキのパワーとしてはまだ全然成立するかなっていう気はするので、まあ、まだまだトライブリゲードも全然使えるデッキになっているとは思いますけどね。まあ、もちろんパワーは落ちますけど、電脳介護ラオラオさんも、まあ、純正限になるということで、まあこれはそんなに俺電脳界詳しくないんだけどさ、まあ初動カードになるんですよねこの人ね。なんでまあこれも安定感をちょっと落とす役割ですか。まあだから電脳界、トライブリゲード、それから、ティアースケールファントムナイツ、あとプランキッスもそうなんですけども、まあこの辺の環境デッキはちょっと若干安定感を落として、まあ環境を調整しようっていう、まあそういうことなんでしょうね。まあどのくらいこのその規制によって使う人がいなくなるかっていう話はあるとは思うんですけど、まあなんか安定感はちょっと落ちるけどまだ全然デッキとしては成立するんじゃないかなとは思うので、まあそんなに悲観するほどではないかなっていう感じはしますね。でこのコバルトスパローさんもまあ同じような感じで、まあ非常に強かったわけですよ。LL 鉄獣デッキのギミックとしても LL デッキのギミックとしても非常に強かったので、こいつも、まあリミット2にすることによってちょっと安定感を落とすよっていうことですよね。まあ、だから、デッキパワーがちょっと落ちるけど、まあ、まだ使えるよみたいな感じの、ギミックになってるんじゃないかなと。
まあ、プランキッズロックも似たような感じですよね。あのこれあのプランキッズって1枚引ければね、あのリンク召喚とかからバン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 あのモンスター出してって融合してっていうテーマだと思うんですけど、まあ、僕もプランキッズの詳しくないんであれですけど、まあ、こいつも、まあ、ちょっと安定感落とすよっていう、まあ、上振れがちょっとなくなるよみたいなことですよね。で、アダマシアアナライザーも、まあ、似たような感じですかね。安定感を落とすっていうのと、まあ、これはもうソリティアが長すぎるっていう。なんか、あの、各所からね、よく動画のコメントで、アダマシアは、ソリティアが長いから嫌いっていうコメント結構来るんですけど。まあ、確かにね、結構長いので、まあ、この辺は安定感を落として、まあ、ちょっと使用者減らすと、みたいなことなんじゃないでしょうか。で、世間解除は、レッドアイズダークネスメタル。これが今、リミット2だったんですけども、こんなものは3枚積んでもいいよと。いいことですよね。まあ、エラッタかかって、単一制限がつきましたんで、カード名指定のね、単一制限つきましたので、まあ、こんなモンスターは何枚使ってもいいですよっていうことですよね。まあ、かつてはね、このモンスター、名称指定の単一がなくて、その、要は、蘇らせれば別モンスターとして扱うんで、もう毎ターン毎ターン、その、使い回すことによって、このモンスターをね、ひたすらドラゴン族を蘇生して、ドラゴンリンクとか、して相手の盤面を制圧するっていう動きができたんですけども、まあ、これが今やカード名指定単一になりましたので、いくらでも使っていいですよという話ですよね。はい。まあ、レッドアイズ使いとしては嬉しいです。まあ、個人的には、まあ、このリミットまあやっていただいたのはいいと思うんですけど、さっさとですね、コイントス切断っていう地獄みたいな仕様と、あとデビルフランケンも禁止にぶち込んでいただければ、まあ、個人的にはいいかなというふうに思ってます。でですね。まあ、分解がどうなるかっていう話なんですけど、今持ってるカードを使えなくなるわけじゃないですか。ね、分解ボーナスっていうのが、まあ、適用されるみたいで、分解ボーナス期間が5月の9日から6月10日になりますよってことで、分解可能カードの、表面加工に関係なくクラフトポイントのボーナスが20ポイントになりますと。例えば、無制限だったこのカードが制限になっちゃったことによって、まあ、損失が生まれるわけですよ、2枚ね。その2枚分を分解するとクラフトポイントがプラス20ポイント増加しますんで、好きなカードと交換できるみたいなイメージですよね。だから、まあ、損はしないですよっていう、まあ、そういう仕様になっております。上江さん結構優しいですよね、この辺ね、はい、気を使ってくださってて、ね、ありがとうございますっていう感じですね。で、注意していただきたいのは対象期間の、3枚目以降の分解は、10ポイントになっちゃうよっていう感じらしい。はい、以上です。ぜひね、皆さんもこのリミット改定についてどう思ったのか、コメントいただければ嬉しいです。それではまたの動画でお会いしましょう。じゃあね。